はい、1月の30日ですね。サンゴッチの畝のね、成長してます。これでいよいよね、畝として使えるようになる最終仕上げでございます。冷気で上の粗い土を砕いて鳴らして畝間を平らにして、そこに枯れ草を戻すということです。